ことを笑ったら小野さんがダマスカスハンドって決めようとしたらダマスカスハンドってどういうことですか、なんかミスっちゃった呪いがかかるっていう、ダマスカスハンドってすみません俺が本家だよそうだ今日は本物が来てる本家だったんだ、本物だ、ね、杉田さんいつも何やってんのかなって思ってたでしょ、あの僕ド M なキャラをやることが結構あって、はい、役柄として、はい、まあそう古くはカシマシという作品があ、はいはい、あのねうん、あのねって言って13話につなげていくことでおなじみ、うん、あれを確立したことでおなじみのカシマシというラブコメ作品がありました。その中でソロアスタというですね、まあ、ド M 野郎を演じておりまして気持ちいいぐらいのド M 変態野郎なんですけどそいつをやるときに絶対に殴られるんだよね、あのゆかりに演じるところの、まあ、幼馴染的なキャラクターに絶対に殴られると。羨ましい。そう、羨ましいでしょ。で、殴られた時に、やっぱりこう、ド M って痛いだけじゃないじゃないですか。はいはい、喜ばなきゃいけない。うん、そうでも殴られた瞬間痛いじゃないですか。そう、だから殴られた瞬間は、ザ、うん、ってなるでしょ、はい。でも、その後に喜びをせって表す思いついちゃって、その時に。ザザイっていうこのやられ方が、まあ、僕のメソッドですよね。小野メソッドっていうのを生み出したんですよ。あ、そこヨガリポイントだったんですよ。そう、そこでヨガリポイントっていう。ヨガリポイントやっぱりだから気持ち悪い。ありがとうございます。うん、すごいな。どうもありがとうございます。やっぱ勉強になるな。はい。でしょ、うん、使っていいよ。杉田くんのやりすぎ。はい、あと、せす言いすぎ。そんなに喜ぶ。これ、畑野渡が、なんか泣き言を言う時の言い方が混ざるんですよ。あー。だって、だって僕、せすはっきり言ってます。語尾はだから喜びなんだ。畑野くん声かっこいいのに泣き言をすぐ言うじゃないですか。うん、言う。確かに言う。うん、すぐ言う。そこが可愛い。そこ可愛い。抱きしめたいと。そうなんだ。すごい愛すべき男です。でも、本当にかっこいい声を出すときは、誰よりも素敵って、ルーファスとかかっこいいでしょ。ああ、かっこいいですね。あんなにね、金髪豚野郎なのに、うん、あんなにかっこいいのは畑野の声のおかげだ。ルーファスね。ルーファス。俺の意見がしやる。尖りすぎ。尖りすぎね。ルーファスもエルフォルテも、うん、僕も畑野くんも、はい、最初受けたのと全然違う役。エルフォルテすごいですもんね。エルフォルテはもうみんなからもうぴったりだって言われて。確かに、空飛ぶルチャ使いね。うん、あとね、ザンギエフがライバルキャラなの、はい、一応、はいはい。ザンギエフだとドラマが展開されるんだけど、ほうほう、ザンギエフはライバルだと思ってるのがエルフォルテじゃないんだよね。そうですね。ザンギエフの方は、そうですね、違うやつなんだ。あれ誰だっけかな、アベル。アベルだ、そう、はい。アベルのことをライバルだと思う。うん、そうですね。だから、缶虫なの。こっちが、赤木サイクロンだな、つって。そう。俺と勝負だ、つってやってるのに、向こうは全然、もう完全に、道端の石だと思ってる。だってね、すごいショック。要するに、出身国が一緒だから、アベルをライバル視してんじゃない。あいつもロシアでしょ。あ、出身国一緒なんですか。確かそうじゃない、はい、ああ、そうか。コマンド三歩でっていう。まあ、記憶をちょっと失ってる感じ。そう、言ってみれば、USSR 対ロシアの戦いみたいな。そうか、そうか、そうなんですよ。ねえ、USSR だよ。好きですね。それ好きだね。このままのテンションで場面転換だよね。USSR。このコーナー何なの？ゲームとか、アニメとか漫画で印象に残ったセリフでございますよ。小野さん、なんか印象に残ったセリフってあります？自分の役でも、昔見てきた役でも。ある。ああ、でも僕はね、とある雑誌 の、 そのインタビューでも答えたんですけど、うん、ヒーローユイの、はいはい、お前を殺すっていうセリフがものすごい好きで、それをずーっと大学生の時練習してた。まだ何者でもない頃に。はいはい、まだ練習してた。声優でもなくて、スーパーロボット対戦を家でやりながら、ずーっとこう憧れだったわけですよ。ずーっとだ、で、名鑑みたいな、コーナーできるじゃないですか。キャラメーカーです。喋りますね、ボタンを押すと。一回出てきたキャラがそこに出てくると。はいはい、で、ボタンを押すと名台詞を喋りますよ。あれ、ずーっと聞きな、お前を殺す、お前を殺す。お前を殺す、お前を殺す。そっちがなんか一人カラオケモードみたいになってるわけですよ。それ、そう、親に見られたらえらいことですよね。もう完全にね、肝を叩く。何をおっしゃいます完全にそうだ。何をおっしゃいますガンダムウィングは本当に名台詞の方向で、ゼクス。ゼクスがヒーロー。私にもコードネームが欲しいのですって。あ、そう。初め、火消しの風、ウィンドといったところでしょうかって、うん。結構言ってること普通なんだよ。普通っていうか、なんか、うん、風でウィンドって、あ、なんか、そのまんまだっていう。でも、説得力のある声により。まあ、説得力ありますよね、声で、うん。ヒーローが来るときに、バカ来るっていうセリフがあって、それが俺すごい好きなの。
で実はここだけで言うんだけど、うん、あの春日で、うん、あの池座の日っていう話があって、あ、はいはいはい、艦隊戦をゲームでやるときに、はい、あれであの小泉のセリフで、うん、あのテストの時にはやったの、やってましたね、バカは来る、やったん、やったらあの音響監督さんがそれよくわかんないから分かれよ分かって僕は超抗議しました、うん、で監督や音響監督が気づかないところで落ちろカトンボって言って最後そうなんだ、それ本番で言ったでしょ、ずるい杉田さん、そう思って、でも杉田君に学んだの、うん、あのテストで言っちゃダメ、うん、本番で言ったらうやむやにするあんまりにならないですよこれ悪いな杉田さん、悪いな、アウトローですよ、そこがすごいなと思った、はい、すいません。